今日はね、聞くということを中心にした教会を立ち上げたので、その辺の話からお話ししていきたいと思います。タイトルは、子育てを自分育てに変えるハッピースイッチです。私の教会はどっちかというといい子を育てましょうというものではなくて、お母さん自身が幸せになりましょうということが趣旨になっています。これね、教会のこういうことやりますよっていう3つです。子どもの話を聞く、子どもに話を聞く、質問ですね。どうしたの、どうしてそう思ったの、またなんでかなみたいな簡単なもので構いません。で、最後に今何度も申し上げたような心の声を聞くです。ただ情報を聞くんじゃなくて心の声を聞く、そして子供だけじゃないです、自分の心の声も聞こえないと片手落ちだなと私は感じています。自分の声を聞くためには、自分をよく言うのはこう上から見る視点を作ってくださいねって言います。あ、自分が今すごい怒ってる、何に怒ってるんだろうっていうのと、うーん怒ってるって違うんだよね。うん怒ってる、ムカつくっていうのは感情と一緒になっちゃってるじゃない、じゃなくてその感情と一緒になってるんじゃなくて、少し離れたところから自分を見る視点があるとすごく楽なんです。そうやって見ていくと、自分を応援してるかな、味方になってるかなって見えてくると思います。さっきのおじいさんの話の流れに戻るとですね、私その頃すごくね、自分には価値がないっていう思いが、気づいてなかったんだけどあったんです。なんでかっていうとね、もう専業主婦になった時点で多分そうなんだよね。それまでバリバリ教員として働いてたじゃない、それがさ子育て始めると誰も褒めてくんないんだよね、誰もで言葉も喋れないこと、一日中二人っきり。働いてる時は嫌なこともいいこともどっちもあるけど、報酬もらえるんですよね、お給料というなのだけど報酬ももらえない。お母さんたちに聞くとね、よく言われるのがね、お金がない、時間がない、あと手がないみたいな、いろんなないない尽くしが出てくるんです。そういうつもりはなかったんだけど、当時すごくそう思ってたような気がします。あ、私なんてどうせお金使うような価値ないしね、旦那さんが稼いできたお金だから私なんか使っちゃいけないって思ってました。でも私やってることって命を守ることじゃない、だから一日中気張ってるんだよね。もう見えないとこに行かないように一日中見張ってて、で泣き声がすれば飛んでいって、お二人には毒親っていうものについてどういうお考えをお持ちかっていうのをお聞かせいただきたいんですけど、そもそもは毒親っているのかっていうこと、毒親って何だと思いますかっていうことをお聞きしたいんですが、毒親という生き物はいなくて、毒親だという人はいるっていう、毒親に見えてしまう人はいるという、そんな感じですね。生き物はいない。お母さんそのものが毒親ってわけではなくて、うん、例えば他人から見てその人が毒親に見えてるとか、そうそう、それとか子供から見ると毒親に見えるとかね、そんな方面の話ですでしょうね。私のところにもよく毒親っていうのに似て、私はこんなお母さんでいいんでしょうかとか、あとは学べば学ぶほど私で大丈夫なのか不安になるって聞くんですけど、そういう時には何を与えたかじゃなくて相手がどう受け取ったかだから、それはもう気にする必要ないんじゃないのかっていう話をします。だって同じことしてもね、お兄ちゃんはちょっと、これは私の個人的な質問でもあるんですけど、毒親という見方をしている人がいるっていうことで、確かにそのお母さんそのものが毒親じゃなくて、こう周りで見てる人がこうその人を毒親と判断する。で、子どもさんがこうその親に対して毒親だって感じた場合、子どもはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと聞いてみたいですね。子供が毒親がいるとなった場合、子供はどうすればいいのか、お母さんは毒だなみたいな、毒子になればいいですよね。毒子その毒、子育てで悩んでるママに何か一言メッセージをお願いできますか。子育てに悩んでるママに一言、子育て悩んでください。とってもいい今経験してると思います。子育て悩めない人の悩みを今悩んでるわけなんで、だから重複しちゃうけど、私はもう基本的にお母さんは生きてるだけで100点と思ってるので、それが一つと、あと怒っちゃうということに関してもやっぱね、子供っても子供の愛って海よりもっと深くて空より高いから、ごめんねって言ったらいいよって許してくれるので、いいじゃんって思う。
あと、あの